サイクルモードライド大阪に来ております。はい、それでは続きまして、グロータックさん、機械式ディスクブレーキのねイコールでおなじみかと思うんですけども、そのグロータックさんでデュアルコントロールレバーをね最近、まだちょっとリリースはしてないんですよね。そうですね。はい、もうすぐリリースされるっていう新商品がありまして、僕も2年ぐらい前から気になって追っかけたんですけども、今回ね、ブースに来させていただいたので今回はグロータックの田中さんに、はい、紹介していただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、デモ用ですね。そうですね。はい。ステップレスのモードになっていますので、はい、レバーを動かした分だけディレイラーが動く。なるほどですね。はい。ですので、多段変速もできますので。はい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 、はい。あと、今回は XT のマウンテンバイク用のディレイラーで、ロード用のスプロケットも。普段はできないですもんね、これって、はい。はい。もうできますので、あとは例えば、8速とか、はい、昔のディレイラーで11速を動かすことも可能になります。つまり、ディレイラーのそのパンタグラフのキャパシティがあれば、間が何速だろうと関係ないってことですね。はい。お聞きしたんですけど、このコントロールレバーの中身はフリクションになっているってことなんですか？はい。なるほど。じゃあ、これをこう押すと、押した分だけこう。そうですね。多段変速も。なるほど、動いてる。はい。逆に言うと、クリック感は今のところないっていうことで。そうですね。そういう認識でいいですか？このシステムでは。はい。はい。なんかクリックのあるやり方に変更することもできるんですね。そうですね。はい。このインデックスプレートというものがありまして、はい。これがディレイラーとスプロケットによって、穴の位置が、設計して穴を開けまして、はい。これを入れることによって、この変速したタイミングで、カチッっていう感触が、手に伝わるようになります。はい、ということは、このインデックスプレートが、なくても使えるし、はい、あればそのクリック感を持った変速が可能になる。そうです。このちなみにこのインデックスプレートなんですけれども、はい、例えばマウンテンバイク用の、はい、ディレイラーを使うっていうような仕様もあったりするんですか？そうですね。購入するときにこのディレイラーとこのスプロケットを使うよっていうのを選択していただければ、はい、それに合わせて何でも作れます。ということはかなりそのラインナップとしては多くあるっていう。はい。なるほど。本当、無限大にあると思っていただいて。そうなんですね。はい、じゃあ、極端な下は6速からとかも可能ってことなんですね。大丈夫です。昔のヴィンテージロードの、ボスフリーの6速、はい、5速も使えると、はい。で、最新式の12速ないし、まあ13速みたいなものっていうものを OK ってこと、はい、大丈夫です。ああ、非常にこうね、選択肢が、はい、大きくて面白いのができるんじゃないかなと思いますね。はい、現状これは、ワイヤー引きですよね。そうですね。油圧っていうのは今ない。ないです。ないところですね。はい。はい。わかりました。そしたら、今回はですね、この変速を、今、動かしていただいたこのシステムっていうのは、フリクションになっていて、はい。で、先ほど見せていただいた、この小さな、このインデックスプレート、ここにね、穴がいくつも開いてますけど、変速段数分の穴が開いていて、これを使うことによって、カチッカチッというクリック感のものある、変速もできると、はい、というようなシステムになります。ちなみにこちらの、はい、デュアルコントロールレバーなんですけども、はい、販売は左右セットになりますか？それぞれ別になります。別々、はい、片側、はい、そうですね、こちらにありまして、はい、まあ、左右同じ金額で、はい、この変速機能がついているのがこの24,750円、はい、でこちらのシフトレバーのブレーキタイプがこの13,750円。ということは片方だけ、いわゆるフロントワンバイ変速とかになる場合は、はい、右側だけ変速機能がついて、左側はブレーキレバー帯のみと。そうですね。そういう感じですね。はい、ということはだいたい左右変速付きで5万円弱ぐらい。はい。ということですね。はい。はい。非常に夢のある、いろんな変速機を使って変速ができるような、面白い、さすがグロータックさんだなというような、ありがとうございます。はい、商品だと思います。今回は、グロータックさんのイコールコントロールレバーを紹介させていただきました。田中さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では続きまして、少し面白いバイクラックがありましたので、こちら、シーサッカーさんのブースに、はい、来ております。で、シーサッカーさん、シーサッカーというブランドは、アメリカのブランドですよね。そうですね。アメリカの方のブランドですね、はい。アメリカのブランドの日本の代理店をされている小林さんに、商品の紹介をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ビルあまりの小林です。よろしくお願いします。
シーサッカーなんですか、アメリカのブランドで、真空のマウント、タコのマーカーのタコの吸盤ですね。あそこから来てるんですけど、真空のマウントを使ったいろんな商品を開発してるメーカーになります。はい。で、今日は自転車のイベントということで、自転車の商品を中心に持ってきてるんですけど。ということは、はいはい、自転車のラックだけではなくってことなんですね。あ、そうなんですよ。はい、僕の会社、リガーマリンという会社なんですけど、はい、ボートの部品作ってる会社で。マリン関係の。そうです。なるほど。はい。で、もともとマリンの用品を作ってた会社が、はいはいはい、今、自転車とかアウトドアの商品を作ってまして、はい、で今回はこう、サイクルラック。なるほど。おそらく世界一番小さいサイクルラックになると思うんですけど、はい、サイクルラックをお持ちしてます。はい。で、結構実績のある会社さんで、はい。これとか UCI の、もう、モデルなんですけど、ね、はい、商品自体も UCI のライセンスがこう、おっしゃる、おー、すごいですね。ということで、まあ、UCI さんからも、まあ、認定を受けているような商品。ああ、ということは、その辺がね、はい、すごく信頼性が置けるっていう。そうですね。はい、海外だと結構多くて、まあ、実際、UCI の大会とかの公式ラックにもなってますので、はい、まあ、実績はあるのかなと、ね。なるほどですね。はい。なんかね、こういうイメージも。そうですね。こう、自転車を乗っけたまんま、こうサーキット爆走してるような。はい。かっこいいですね。結構 YouTube 見てもらうと、はい、もうむちゃくちゃしてる外国の方がいっぱいいらっしゃるので、300キロぐらいで走ったりとか、WRC のラリーカーでもぐるぐる回ってる映像とか、まあ、結構見てもらえるといいのかなと思うんですけど。なるほどです、ね。はい。じゃあ、商品がこちらで、これがシングルというか、いわゆる1台を、ね。そうですね。これが自転車を1台乗せるタイプのモデルになります。本来はあれですね。ここに、はい、フロントフォークがつく。そうですね、はい。あちらの方で実現されて、こういうフォークがつけれるような、はい、ものがありまして、これがここにつきます。これはダブルで2台用ってことですね。はい、これは2台用ですね、はい、これが3台用、はい、という形で、一応その自転車専用のラックとしては 1,2,3 台用と、はい、3種類。あ、これが3台用もあるんですね、はい、これ 1,2,3 台用です、はいはい、これは車のルースにこの吸盤で、はい、取り付けるという形です、ね、その通りです。はい。じゃあちょっと実物を見せていただいてもいいですか？はい、実際自転車を乗せてあるのがあれで、はい、ルーフに、まあ、バーのタイプもあるんですけど、はい、バーのタイプで自転車を乗せてるのがあちらです。はい。一応分かりやすいようにここで、じゃあ実演をちょっとさせていただきます。はい、一応これが1台用で、さっきここについてる、これがついてる、はい。で、ここのプラグが自転車に合わせて、まあ、クイックの方もいらっしゃれば、マウンテンバイクだと、径が太くなったり、アクセルの径が太くなると思うんですけれども、はい、それを、その自転車に合わせて、ここをつけていただきます。あ、そうなんですね。はい。はい、で、前輪を外していただいて、はい。あ、ちょうどこちらに自転車が、はい。はい、で、一応スルー。はい。まんま、ここに、カチャッと、つけて、まあ、もう普通に自転車の、前輪をつけるのと一緒なんですけれども、このままくるくるっとこういう状態ですね。ああ、取り付けも簡単ですね。はい、そうですね、はい、これはまあタイヤつけるのと一緒で、はい、で特徴的な部分がここのラックですね、はい、今ちょっと外します。はい、外すときはここに突起があると思うんですけど、はい、まあ、どっちでもいいんで、これを上に持ち上げて空気を入れます。そうすると、ここがピュッてできます。ああ、簡単ですね。これで外れてます。はい、なるほど。これで。じゃあもうこの状態でこう、あ、そうです。ここも外れてます。はい。ここも外れてます。ちょっと後ろも外すと取れちゃうんであれなんですけど、はい、一応こういう形。これ今外れてるんですよ。はい。持ち上がるかな。はい、まあ、はい。一応これくらい外れてます。で、つけるときは、ここがポンプになってるんですけども、なるほど、ここが、オレンジがインジゲーターバンドっていう。はい。オレンジが見えなくなるまで空気を抜くと、あ、今ここがこう低くなってる、ね。あ、そうですね。ここどんどん空気をここから排出してるような状態です、はい。真空が効くとこのオレンジが消えますので、はい、これで、これが一応210パウンド。はい。だって92キロぐらいですかね。はい。この1個で引っ張り強度があります。おぉ、92キロ。すごいですね。はい。もう1個。じゃあ1個でも十分なぐらいっていうことですね。あ、そうです。まあまあ、自転車だったらもう本当に十分だと思います。今オレンジ消えました。こんな感じ。はい。で、あとはこう、後ろも後ろも。フロント用で、この3箇所の、吸盤がついていると。はい。はい。そうです。で、今3つつけてるので、まあ、数字度で言えば300キロぐらい持ち上がるような設計になる。なるほど、なるほど。こんな感じ。それぐらい安心感があると。はい。で、これで今もついてるので、こんな感じ。こんな感じ。なるほどです。はい。で、これも、はい。はい。ちなみに今、そのね、車のボンネットにつけてらっしゃいますけど、本来はこれを。本来は屋根の上です。ごめんなさい。屋根の上です。ですね、はい。はい、で、後ろが、はい、後輪用がこれも同じ仕組みになってまして、はい、
まあ、これもうついてる状態なんですけれども、後輪はこのベルクロで、ちょっとベルクロで止まるようにですね、はい、そうですね、こういう形で止めていただくという形ですね。これも外すときはこれで外す、はいはい、こんな形です。なるほど。ちなみにこちらの商品なんですけども、非常に、魅力的な、はい、かつこうね、誰でも簡単に取り付けられる。はい、そうです。これ1台分でおいくらになるんですか？一応、その前と後ろがセットになって、はい、さっきのプラグの部分は自転車に合わせて買っていただく、はい、別で買っていただく形なんですけど、それを除いた部分で税込み5万1150円。なるほどですね。はい、5万1150円。はい。はい、通常のルーフのラックをレール組んで買うよりは、まあ、はい、そうですね。安価かなという。はい。かつ、やっぱりその、車内があまり広くないような車とか、ツー、ね、シーターとか、かっこいい、そうですよね、クーペなんかにも取り付けられる。そうですね、はい、まあ、実際お客さんとしては多いです。なるほど。そういったちょっとね、変わった、吸盤で取り付けられる、はい、面白いサイクルラックをやってらっしゃる C サッカーさんを紹介させていただきます。小林さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは最後に、前回も紹介させていただいたユナイズなんですけれども、ユナイズはね、前回で YouTube でいろいろと紹介させていただいたんで、同じ朝日サイクルさんでやられてる電動のブランド、エボルを紹介させていただこうかと思います。今回は朝日サイクルの八木さんに、こちらの電動のエボルっていうブランドの今見えてる3車種について紹介していただこうかなと思います。それでは八木さん、すいません、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいま開発中で、はい。この秋、今年の秋に発売予定で、はい、1回の充電で1000キロ走れる。すごいですね、はい。これいいですね。ありがとうございます。というモデルでございます。はい、1000キロ、なぜ1000キロ走れるかというと、はい、回線充電というシステムがありまして、はい、上り坂で使った電池を、はい、下り坂で充電をしてやって、はい、バッテリーに戻してやる。なるほどですね。この今まであったシステムなんですけど、はい、この回生効率が非常に良くなったということで、はい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 、1000キロを実現すると。ということはこちらに見えているバッテリーの容量がバカでかいっていうわけじゃなくて、はい、バッテリー放出しながらでも下り坂でフロントのハブのジェネレーターを使って発電をして、はい、で、それをまたバッテリーの方に戻すことによって、いわゆるレンジエクステンダーのような役割を果たしていると。そうですね。そんなことですね。はい、それが、手元で、はい。使った電気と、発電した電気が見えるようになってます。はい。こちら見えてますかね。はい。こちら LCD ディスプレイついてて、下が消費電力です。はい。要は使った電気。なるほど、なるほど。上が回収した電気。はい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 、これが1対1だと無充電が実現するという、はい、最終的な目標はそこなんですね。そこまでいければということですね、はい、ただまあ今1対1ではないので、はい、その部分で1000キロ走れるというようなものになっております、はい、それでも1回の充電で1000キロ走れるっていうのはかなり魅力的なんではないでしょうか。で、あと続いて、エボルミニですかね。はい、エボルミニです、ね。はい、折りたたみ自転車になります。はい、こちらの特徴は、はい、バッテリーがシートポストに内蔵されております。はい、通常、ここにバッテリーがありますので、はいはいはい、リアセンターが伸びてしまうので、はい、それが回避できて、非常にまあナチュラルなハンドリングが。なるほどですね。まあ、見た目的にもね、すごいスッキリ。確かにシートポスト太いですけどね。そうですね。はい。してますね、それとまあ重量物がお尻の下バッテリーモーターここに固まっておりますので、はい、まあ、影響を受けにくいと。これはもうすでに販売はされているモデルですね。はい、出、はい、ております、はい、バーファン製のユニットを使っておりまして、はい、特徴としましては非常にまあパワフルなアシスト特性を持っております。はい、1回の充電でこれは何キロぐらい走れるんですか。はい、こちらでエコモードで65キロ。はい。まあ、パワーモードで37キロ。なるほど。という形になります。はい。お値段の方がこちら、198,000円。はい。ということですね。はい。続きまして、こちらのミニベロモデルですね。はい。エアリス。エアリス。はい。こちらは全く同じユニット、バッテリーを使いまして、はい、20インチの BMX 風なテイストに。ノンフォールディング。はい。
ジオメトリ的にはトップチューブを短くして、はいはい、アップライトの姿勢で乗れるというので、はい、まあ、幅広い方に乗っていただけるような設計になっております。タイヤもね、こちらの方が太いタイヤついてて、あの見た目もキャッチーな仕上がりとなってますよね。はい。はいはい、こういった商品になっています。なるほど、ありがとうございました。それでは、ですね、僕がユナイズでご一緒させていただいている朝日サイクルさんで展開しております、こちらのエボル。電動自転車のブランドになるんですけれども、エボルの紹介をさせていただきました。八木さんどうもありがとうございました。はい、ということで、前編後編にわたってお届けしてまいりました。サイクルモードライド大阪2024。いかがだったでしょうか。まだまだね、紹介しきれていないようなバイクブランド、パーツブランド、その他のブースもたくさんありましたけれども、時間の都合上、今回はこの辺にさせていただきたいと思います。昨今のトレンドとしては、やはりタイヤの太めのオフロード寄りなグラベルバイクというのがたくさん目につくんですけれども、去年までに比べて、いわゆるオンロードのピュアロードレーサーですね。そういったものを今年は多く見かけたような気がしました。ハイエンドブランドであるコルナゴ、ピナレロ、あとキャニオンなんかも非常に多くのロードレーサーを展示していたように思います。それ以外にはやはりですね、電動バイクっていうのもたくさん展示してありました。お気に入りいただけましたら、またいいねボタン等で応援していただけると嬉しいです。コメントもどしどしお待ちしております。チャンネル登録ももちろん忘れずによろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。